こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィーニングポスト92021、ライブ配信始めていきましょう。2011年7月3週からのスタートですね。ウィーニングポスト92021、ツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、リポスト、ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いいたします。アカウントプリーズ、ツイッチマイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。そして、この動画のアーカイブ YouTube にアップロード予定です。9日21時土曜日ですね。プレミア公開予定です。ぜひ YouTube でもご覧ください。YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。 This Live Archive My YouTube Channel、 My YouTube Channel、 チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして、旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 This Live Archive Upload Two Days After My、リポスト&フォロー&グッドボタンプリーズ。はい、ではやっていきましょう。ちょっと気になる情報が。繁殖牝馬、マヌコギャル、17歳か。エルキャロルウッド、関東オークス制覇。発色は12頭目です。12年目ですね。あんまり稼げてない。天の子ギャル3勝クラスか。メスオペラ、何それ。ああ、メセオペラがライバルなのか。G1、 あ、天の子ギャルって G1 4勝なんだ。関東オークス、10勝取ってる馬ですね。売っちゃいましたけどね。リーズファーム、天のスペイン、フォーファームか。天の極戦、どんどん売ってる馬ばっかりなんですよね。浜の歌だも売っちゃってるし、まあ、それだけ量産しているからっていうのもありますが、じゃあ行ってみましょう。ネクストです。ダッチェス・ケンブリッジ・ステークス、アマノ AKB、 一番人気、2歳馬ですからね。90点数ないやん。 AKB デビュー戦でジェンティル女を破った馬ですからね。重賞を取りに行きましょう。ダイジェストです。ニューマーケット競馬場、2歳限定実、ダッチェス・オブケンブリッジステークス、芝1200メートル直線競馬です。
前はフェアリークールワール、2番手は天の AKD。 これは絶好の手応え。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。日曜王者、さあここから伸びるか。残り 200m、 悪くないんじゃないかな。先頭は今度は天の AKD。 ああいいな。2番手はアテナポート、天の AKD。 勝ちましたね。先頭は天の AKD。 1着で5位、海外重賞制覇です。アテナポート、天の AKD、 見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。いや海外重賞挑戦してよかった。鉄子たき、山のなっちゃん、ファルマスステークス様の iPhone2 番人気です。確かもう7勝でリーチかかってたんじゃないかな。ザプレザ、ゴルディコワ、わ強い馬ばっかりだな。そりゃあまあゴルディコワは特に強いよな。先方変えられますがこのままでいきましょう。レースです。ニューマーケット競馬場 G1 ファルマスステークス芝 1600m マイル戦です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ストロングバハミアン前に行きそうです。これも直線競馬ですね。それに続いています。さらにはゴルディコバ、古豪アミューズバーチ、その後ろゴルディコバ先手を取りました。好位置をキープしています。アマノアイフォン、すぐ後ろにタイフーントレイシー、これに続くのがビートリックスキッド、カルピカ上がっていきました。タイニーバージ悪くない位置ですよ。ただゴルディコはもう前先頭ですからね。その隣に捉えられるかな。その後ろからはポールバラクーナ、内からはスペシャルデューティ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。これに続いてゴルディコバを標的に先頭は依然としてゴルディコバ、2番手はしているが、これはただちょっとやっぱり自然にいいんじゃないでしょうか。後続も追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。日曜王者の争いだ。ある天のアイフォンの乗り回しの方がいい。天のアイフォン、ゴルディコバ必死に追います。やった。差を広げる。2番手はタイニーマージン、ついに ゴールイン。2着はタイニーマージン、3着にゴルディコバ。ゴルディコバを破りました。見事な勝利を収めました。アマノアイフォン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。しかもこれ金札じゃないでしょうか。いやまあ6個目か、あと2つですね。いやゴルディコバ破ったのはでかいですよ。アイモードの下です。ジュライカップカレンちゃん登場。カレンちゃん、ジュライカップカレンちゃん登場。カレンちゃんも続いてほしいですね。天のアイフォンに1200直線短距離戦5番人気。なんでこんな人気ないんだ。123、いやそんなことはないけどな。ロケット、あロケットマン、こうゴードンロードパイロン、これちょっとセイクリッドキングダム、いや強い相手ばっかりだわ。ダイジェストいきましょう。ニューマーケット競馬場 G1 ジュライカップ芝 1200m 電撃戦直線競馬です。前は相手が悪い。
ロケットマン、ほとんど差がありません。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。セイクリッドキングダム先頭、1馬身から2馬身のリード、伸びないしかも。残り 200m を通過して、先頭はセイクリッドキングダム、2番手はマーレク、セイクリッドキングダム、この馬で決まりか。先頭はセイクリッドキングダム、1着でゴール、2着はマーレク、勝ったのはセイクリッドキングダム、見事な勝利です。7着大敗。相手は厳しかった。マーキュリーカップ天のつもみです。3番人気でしょう。1番人気はアイスパフシチーか。フリオーソ、強い馬ばっかりだ。正直厳しいな。引いてみよう。一歩ダイジェストです。盛岡 JPN3 マーキュリーカップダート 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ブルーラッド先頭、外から勢いよく天のつぼみ、天のつぼみはいいんじゃないでしょうか。2番手はフリオーソ、いけ天のつぼみ先頭だ。やった、勝ちました。1着、2着はフリオーソ、フリオーソラを破った。勝ったのは天のつぼみ。フリオーサエスパーシチを破りましたね。椿涼花を手に入れた。そしてジュライカップ天の宮です。一番人気ACG9 モリープリメラが強敵になりますが、勝つことはできるか。ダイジェスト、中京オープン特別ジュライステークスダート 1800m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。 ACG9 先頭、外からさあ上がってきた。最後の追い比べ、先頭は天の宮、残り 200m、 先頭へ。余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手は凱旋ウィーキー、天の宮今ゴールイン、段違いの強さです。2着は凱旋ウィーキー、3着にレーシン G ライン、これは桁外れの強さだ。天の宮勝ってくれました。天の宮そして函館日産ステークスはクラブは2頭、凱旋アクスは本州本命となります。一番人気はエーシンキッチェムですね。ダイジェスト、函館 G3 函館日産ステークス芝 1200m 電撃戦です。短い直線に入って、後続は届くかどうか。凱旋アクス先頭、前に迫るアフネスカフェ、アフネスカフェ抜けた、アフネスカフェ粘る、アフネスカフェ、アフネスカフェ1着、2着にはどうやら凱旋アクス、見事に勝ちました。アフネスカフェ、エイシンキンチェム完敗です。着外に沈みました。さあ4月を4週月末です。ドイツオークスに肩の山ガールが出てまいりますが、どこまで頑張れるのか。ベルモントオークス招待ってこれ G1 だからな。ミスティホーミー、サントリンガー、これ G2 か。ただフランスオークス、イギリスオークスを上位馬がいますからね。まあそれ以外もそんなに甘くないって思っておいた方がいいでしょう。こちらオークス3着馬ですがね。
他中京記念、函館記念で天のヘビロテがデビューです。これ癒すのもいいかもな、疲れを。名称ナルトだ。ナルトですよ。名称サスケはいないのか。名称ボルトはいないのか。初くらいなんだ父、名称ナルトって。で、iPhone も勝ちましたね。山ガール、ちょっとやっぱり厳しいな。想定内が出ます。函館的には天のトゥルースや凱旋ヘルシアがいるんだけど、トゥーザグローリーの方が有力っぽいですね。さあローテ行ってみましょう。まずはジェンティルオンナ、まあどうなんだろう、まあ調子いいから。そうジェンティルオンナも AKB に敗れましたが、未勝利戦はあの圧勝でしたからね、楽しみです。そしてヘビロテをデビューです。そしてん、なんだこれ、あ、AKB は放牧なんですね。今後は楽しみです。つい重賞取っちゃいましたからね。そして山ガールがドイツオークス、いい状態だとは思うんですけど、まあリブースデイズ、リブースデイルステークス勝ちましたからね。で、ウケオが一周放牧で、蓮舫が、うん、浜野フィッツが、なるほどね、海外しかないんでそこに行こうっていうわけです。ん、あれなんかおかしくない、自分で選んだ道なのかな。片思いガールはローズステークスだが、大丈夫なのかな。オープン特別出した方がいいよな。1100万だし賞金足りないで出れませんっていうのはあるかも。芝のみだよな。ここだけには方のツイッターがいる。ここら日経オープンに出ましょう。まあその前に一周放牧を行います。オルフェーブルでソードランサーステークスです。次はフランケルもいます。フランケルは来週ですね。次は4勝を挙げておりまして、サーターダービー招待へ挑みます。それからスプリンターズか。そして片野ツイッター、一周放牧して挑みます。スピードあるんだよ、ノノラインなんだよな。
ナイン臆病はちょっとひどいな。さあ、天のトゥルース、マーメイド勝ちまして、やっていきます。トゥルースどうなんだろうな。まあでも4歳だからな。先生ばすぎるよな。で、ルーラーシップが、放牧明け。インターナショナルステークス、ルーラーシップは9勝を挙げておりますんで、もう金札確保しております。送り人もそうですね。送り人は今年いっぱいまでということになります。なかなか出すレースがない。ブルーレイはアーリントミリオン、アラフォーがホスターデイブハンデ、まだ一勝してないんだ。ウェーナビスタ、おそらく今年までとはなると思うんですが、来週ダイアナステークスに挑みます。G1 17勝、これがブラックキャビアです、北九州記念に挑みますね。で、初音ミク、花盛りはちょっと調子落ちてるんで、あ、いや、放牧させたんだよ。放牧させてないんじゃないかな。エナキスター、ちょっと海外は厳しいのかな。ニコニコが9勝、もう金札確定しております。コーネーション大敗してしまったので、3200なら頑張ってくれるでしょうか。ナバウアーも出てまいります。ナッソーステークス、ちょっと調子落ち出してますね。で、エネループは覚醒、エネループはちょっと能力を、疲れはそんなに溜まってない。で、一周放牧。フェイトが、調教しております。頑張って調教しております。クレメントハーシュですね。金が上がるのが難点ではあります。そして天のキャンキャン、ゲド戦記、スマートハルコンもちょっと心配だな。でき、あの疲れが地にあった。本当にステークスで、クイーン、ハウルをクイーンエリザベス、ちょっとどうかな、厳しいような気はするけどな。クイーンエリザベスはブログが札幌記念、どうでしょう、ちょっと調子落ちてる気がする。想定内で、そのがエルーム、スピードはあるんだけどな、精神力も高いのにな。あ、まあ冬ソナ取ってるのか、今年が最後ですね、冬ソナは。
ネクスト。さあ、ドイツオークス、片野山ガールです。2番人気です。1番人気、ミスティーホーミーとなってますね。ミスティーホーミー117。山ガールが111。ちょっと厳しいような気はしますが、セイクリッドアミラードなんかも、アミラットなんかも強いかもしれない。どこまで通用するか試してみましょう。レースです。ハンブルグ競馬場 G1 ドイツオークスディアーナ賞、芝 2200m です。こちらドイツのハンブルグ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはマーク・オブ・フィニックス、エンジェリック・ギャラリア。まあ普通かな。ダッシュよく飛び出してマーク・オブ・フィニックス花に立ちます。その後ろからはエンジェリック・ギャラリア、この馬も上がっていく構えです。セイクリッド・アミーラット、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から先手を取ったのはビーチ・テヘラ、その外からベルイングランド、マーク・オブ・フィニックス、そのうちに続いています。セプテンバーガスタン、その前に進出、少し間が空いてコテージ・ソーダ、イントレピッド・ジャブット、すぐ後ろ内からはサリーズ・ギャロレット、その隣にエンジェリック・ギャラリア。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでセプテンバーガスタン先頭に変わりました。なんか今声がほとんど差がありません。ベルイングランド3番手、片野山ガールまだ来ない。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はセプテンバーガスタン、ベルイングランド続いています。間が空いてマーク・オブ・フィニクス、イントレピッド・ジャブット続いています。並んでコテージ・ソーダ、その隣からはエンジェリック・ギャラリア。まだ中段です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭はまだ栗色の馬体、セプテンバーガスタン、ビーチ・テヘラ、ほとんど差がありません。さあここでバグ縦に広がった。6番片の山ガール、まだ後ろ。さあ山がある、上がってきたぞ。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。日曜王者肘のぶつかり合いだ。勝つことはできるのか。内から、ビーチテヘラ、あと 200m、 ミスティフォーミー、ミスティフォーミーだ。でもミスティフォーミー抜けた。セイクリッドアミーラット、セイクリッドアミーラットだ。セイクリッドアミーラット、セイクリッドアミーラット。1着、2着にはどうやら片の山がある。勝ったのはセイクリッドアミーラット、見事な勝利です。前に1頭馬がいましたね。いい足は、この馬にしてはいい足使ったとは思うんですけどね。さあ天のヘビロテがデビューです。 1.6 倍、1番人気グリグリ。スウェープとオーバーボード、母天のルーズ旅となっております。早速ダイジェストいきましょう。福島2歳新馬戦、芝 1200m、 天のヘビロテメイクデビューです。短い直線に入って後続は届くかどうか。天のヘビロテ先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。2番手はアグネススピード、天のヘビロテ、この馬で力強い伸び足、圧倒的な強さを見せました。2着はアグネススピード、3着にジュディナッシング、これは桁外れの強さだ。天のヘビロテ強いですね。ヘビロテ、いいんじゃないでしょうか。さあそして中京2歳ステークス2頭、あ3頭か、その中でも一番人気はジャスターウェイとなっております。
さあ、少しお待ちください。ジャスタウェイ一番人気ではありますが、本種は凱旋クオリティの方がいいみたいです。ダイジェストいきましょう。中京、競馬2歳オープン特別スポーツ王地杯中京2歳ステークス芝 1600m マイル戦です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ジャスタウェイ先頭、2馬身から3馬身引き離す。残り 200m を通過して、後続はまだ後ろ。ジャスタウェイ先頭です。このまま押し切るか。強いわジャスタウェイ。ぶっちぎった。ジャスタウェイ独走。ジャスタウェイぶっちぎりです。2着はウィングカスタン、3着に凱旋クオリティ。これは物が違う。ジャスタウェイ。さあ中京記念天の想定内登場です。1番人気新潟大商店を勝ってここに挑みます。もう7歳だからな。リディールが相手か、他凱旋メタボもいますがちょっと望み薄かな。3番人気はトレイルブレイザーか。ダイジェストいきましょう。中京 G3トータ賞中京記念芝 1600m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。エイシンアポロン先頭、さあ天馬ブラビ一気に来た。残り 200m を通過して、力戦だが一気に後続が想定内突き受けられないな。想定内抜けた。2番手はエイシンアポロン。勝ったがもっと突き受け、もっと突き放してほしかった。一番人気に応えました。天の想定内見事です。そしてアマノトゥルース函館記念4番人気クラブはトゥーザグローディが3番人気、1番人気がクラブは凱旋ヘルシオとなっております。で信玄とかサンテミリオンますが、アマノトゥルース先方変えられます。先行策いってみましょう。ダイジェストです。函館 G3 函館記念芝 2000m です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。トゥーザグローリー先頭、2番手は凱旋ヘルシオ。トゥーザグローリー先頭、先頭はトゥーザグローリー。1着でゴーリー、2着にはどうやら凱旋ヘルシオ、3着に信玄。見事に勝ちました。トゥーザグローリー。トゥルース8着か。厳しいですね。さあゴールドシップも入級です。さあこれ海外がなんと8レースあります。
サンテミリオン、ん？サンテミリオンって出たよな。いや、トゥルース出ないですが。さあ、フィーソナーどうするかですね。さあ、このままエルムステークスに挑みます。ブロックが札幌記念、想定内はまあでもここで頑張らないといけないのも確かなんだけどな。ちょっとなんか距離がもうちょっと短ければっていうところありますね。本当はこの辺がいいんだけどな、記念あたりが。でも多分相当の金利を背負わされるだろうから、そうはいかないんだよな。 OK、 こっち出しましょう。でゼニアッタが来週天のハウル禁止この週ですが、スピードだな。ちょあ、オッケー、変えられる。ハウルでももう7歳なんですよね。なのでちょっと厳しいな。ハルコはパシフィッククラシックへ挑みます、ね、オーケンブルースリーはオールカマーか。距離は大丈夫ですね、長距離がいいん で、 でイナバウアーも挑みますし、エネループはちょっと疲労は心配だけど、サマーチャンピオンか。微妙に距離長くない？距離短くない？サマーチャンピオンってあ、ラキスタいんのか。ダートで言えば全然レースないからな。エネループの賞金会議はここに挑むしかもうないですからね。フェイントがクレメントファース、これも疲れが溜まってきている。ここで絆コマンドでは使えないんだ。して天野キャンキャン、ちょっと疲れが心配ですね。でニコニコが今週状態はいい。ヒーローがジャックルマロアショー、ちょっと調子が不安。さあつぼみはどうするかですね。マーキュリー勝ちましたが、フリー要素破ってのは結構でかいな。オープン特別しか勝ててなかったからな。こっからが本当の勝負だよな。天のつぼみを、もう一回海外の、G2 あたり出すのもありですね。8月5週以降こういうレース、ドービル大賞典とか、出してみますか。あ、60キロ、ん？あれ？あ、これ芝だ。だから出しちゃダメなんだ。フットモードいいかも。
15ハンデってどのぐらいの強さなんだ。 G2 か、まあ G2 1回取ってますけどね。武豊、もうリーチですけどね、2回挑戦してるんだけど取れないよね。今度こそっていうとこです。ちょっと待って、ジャンロワン賞のメンバーはそんなに重くないメンバーだ。勝負行きましょう。で、花盛り。ブラシパンも9勝です。モーリスとギッショ、ブルーレイがまだ5勝か。細めとはやっぱり勝ち星を上げたいですね。 で地方の経歴ばっかりなんで、それもどうかなと思うしな。ルースがここ、まあでもいや厳しいと思うね。正直札幌記念は距離はいいんだけどな、ちょっとここは出せないな。これ新潟記念かな、まあ、こっちでもいいけどな、ツイッターがいるのか。じゃあ新潟記念出します。ほぼくしときましょう。カレンちゃんです。フライカップは7着か。短距離戦で バレリーナ、あとこの辺か、スプリントか。セークリッドキングダム強いからな、ここ行きましょう。ちょっとそのダート特性がちょっと落ちるとこは引っかかりますが、マノブダートは1900から2300、体調は長いな。これか、白山大商店、凱旋ゲリラーメンなんかも出てますが、オールウェーブルがこれです。で、ダンケルが今週、インサイトがジャパンダートダービーか。
え、スピード E なんだ。よくないな。覚醒なんで、もう地方一本に絞った方がいいかも。南部杯。もし休んで8月2週だった場合は9月2週以降に出れるんだな。ドイツオークス惜しかったもんな。なんか強そう。あ、ダートレースかこれ。こっちの方がまだ良さそうやな。出てみるか。1008は加減ですね。もっと本当は伸び、あの距離が短い方が合います。周華賞登録だけはしておこう。謎の敗北七夕賞。マイガールがで、ゴルシですね。え、いや違う、自走方針、調教方針は気象です。メンタルなのかな。メンタル行ってみよう。ヘビロテ次どこ行くかですね。短距離戦だな。ヘビロテ芝もダートも両方こなせます。ここら辺面白いかも。200だとモルニ賞とかですけど、これ出してみましょう。どこまでやれるかわからないけど、短距離ならこれでいいでしょう。で、女子会とアリエッティか。もう一回藤岡、三浦高生じゃなくて藤岡くん。そして調教方針、自走方針か、芝です。で、アリエッティも芝です。主戦は誰にするかですね。鴨川騎手、松平騎手、悪くないんだけど、
真中くん行ってみるか。そしてセールです。セール見てみましょう。賞金額は高い順かな。あれ、これって自分が持ってる馬しか出せないんだな。評価額みんな高いな。タイマーレジェンドどんなまだ牝馬か。え、これ母親なんだろう。タイマーレジェンド、あ、ダイワスカーレットか。じゃあよくないんだろうな。あ、まあそうだろうな。で、多分これスーパーホースも出しそうにないんで、振りましょう。ダイワレジェンドも、で、桃天然、サーチファンドは、あ、安い、残しとこう。あとサングリアル2億か、別にいいや。うんうんうん、トゥーザワールド、天のなっちゃんってどうなんだろう。まあ、この部屋裏いよな、セカチューとかピッター、うん、まあ売ってもいいけど、売ったら売ったで当然なくなりますけどね。この辺かな。当選スターダム、
里のアラジンどうかな。まあ悪くないような気はする。社内か、まあ、おすまだからどうでもいいんだよな正直。あとビッグアーサーあたりか、まあ、これはちょっと参加してみましょう。まあでも牝馬少なけりゃあんまり意味ないから、チーボクじゃん。間違えた。まだまだ跳ね上がりそうですね。吉村さん、どうだろう、誰かちょっかいかけてくる人はいない。ビッグアーサーだ、落札です。もうちょっと見てみるか。うん、でも普段は安いよな。でおまけ石井唾じゃない馬全然これ期待できないからな。奴隷牧場な。ちょっと待ってよ、これこのドリームそうプライムステージ参加するとどうなる。父ノボジャックなんですね。お、普通。あ、いいわ。あ、天の子ギャルのあれがいるやん。宮古王子買いすぎだろう。シーツバのみにしとっか。シーツバお数馬ばっかりやん。なんで？ヒガニタッチ。またかよ。これ
買うな。あ、父天野デゼンシーじゃないですか。来たか。あれ松前さん引いた。買いすぎじゃないですかね。何これ、ディナーブレイク。金引きり。あれ買ってしまった。買いましょう。おお、なんかベガが高く売れたな。リアルストーリーか。売ります。荻野さんに買われた。これですね、荻野リーダーさん。結構所有頭数持ってますね。どんな馬だったっけ、デアリングバードって。デアリングバード自体は1勝しかしてないんだけど、デアリングタクトっていうのはこいついい馬かな。オークス馬ですね、デアリングタクトは。オークス秋華賞も取ってます。牝馬で言えばマーブルカテルワールって思います。緑の小で、アドマイヤキラメキ。僕は所有区売ります。
これはちょっと持っときましょう。でも新ツバだからな、新ツバだから売らざるを得ないのか。え、いやいや、吉野勝樹が買ったらダメだよ。それここで少しお待ちください。はい、お待たせいたしました。では、再開いたします。ネクスト、ジェンティルオーナー登場ですね。アディロンダックステークス、
デロンダックステークスにジェンティルオンナ出走です。3番人気、まあわからないですよね。ダイジェスト行ってみるか。正直どの前のチャンスありそうだしな。ダイジェスト、サントア競馬場 G2 アディロンダックスステークスダート1300m です。あれダートって合わないんじゃないの。直線コースに入りました。スマートウィンズ先頭、外から勢いよくプリンセススーン先頭、残り 200m を通過してプリンセススーン余力は十分、さらに引き離していく。2番手はファミーズカタリナ、先頭はプリンセススーン、1着でゴール、2着にはどうやらファミーズカタリナ、3着にジェンティルドンナ、勝ったのはプリンセススーン、見事な勝利です。これダートを走れんのか。ポスターデイブハンデ、アマナーラフォー1番人気となります。104110フットクライマックスが一番トップですが、どうなりますか。レースです。サラトガ競馬場 G1 ポスターデイブハンデ、芝 1700m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ前に行くのはどの馬か。サーテンプロモーション前に行きそうです。クエレンドーナジョイそれに続いています。さらにはアマノアラフォー、2番ケアミスペール、その後ろサーテンプロモーション先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。大きく離れました。ソードジューン、青の帽子ペルアンサー、その後ろ並んで4番カッターミネソータ、その外からスピンコーラル、その隣にガバメントメーカー、すぐ隣にディーンズキトゥン、その後ろからはルナットタブラ、イマジンエフォート、すぐ後ろ並んで栗色の馬体、トランクイリティローマン、しんがりからフットクライマックス。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。アマノアラフォー早くも先頭、2番手はソードジューン、間を挟んでケアミスペール、3番手。さあアマノアラフォーこのまま逃げ切れるかどうか。最終コーナーをカーブして、まあ、いいんですけどね。あーでも差が詰められてしまった。これかわされるね。通過して先頭は変わってケアニスペール、2番手はルナットタブラ、ケアニスペール先頭はケアニスペール、1着でゴール、2着はルナットタブラ、3着にサーテンプロモーション、勝ったのはケアニスペール、見事な勝利です。厳しかった、8着と大敗です。特に理由はない、壁が厚い。ダイアナステークスブエナビスタです。1番人気、140になりましたね。まあ頑張ろう。あとモアフォーエバーか。レース行きましょう、サラトガ競馬場 G1 ダイアナステークス牝馬限定芝 1800m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ドバウィーハイツ好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してドバウィーハイツ花に立ちます。その後ろからはアプライドガントレット、この馬も上がっていく構えです。ルミナントミッドサマー、どうやら後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。モアフォーエバー先手を取りました。ドバウィーハイツ
すぐ後ろアプライドガントレット、それに続いています。これに続くのがストリーミングキャリコ、これに続いてザゴラ、その外にガンドリアスペシャリスト、その隣にポリティスルー、イルドシーン、この馬もこのグループ、すぐ隣にシティトゥーシティ、その横にデイムセイバー、ブエナビスタ、後ろからになりました青の帽子イースターストレンティア、その後ろすぐ後ろにドリルディレクター、しんがりからルミナントミッドサマー、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました、うん、前はモアフォーエバー、ドバウィーハイツ、ほとんど差がありません。間を挟んで下がっていく3番手ブエナビスタ、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか、ドバウィーハイツ、これはブエナビスタ一気に先頭へ、先頭ドバウィーハイツ、2番手手応えはどうか、あと 200m、2番手はレイムセイバー、とてつもない強さ、ブエナビスタ強い、勝ちました。ブエナビスタ圧勝ゴールイン、2着はレイムセイバー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ブエナビスタ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ダイアナステークス連覇です。さあ、今度はサラトガダービー招待フランケルですね。フランケルもちろん一番人気です。133、こちらもあのレーティングでも抜けてますね。コーティアスブレイブとミッドナイトインタリュードあたりだろう。レース行きましょう。サラトガ競馬場 G1 サラトガダービー招待、芝 1900m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはノーザンアフロディーテ、ミッドナイトインタールード、ちょっとタイミングが合いません。ダッシュよく飛び出してノーザンアフロディーテ花に立ちます。その後ろからはウッドスタンドブルックス、この馬も上がっていく構えです。ミッドナイトインタールード、後方からの競馬、先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。アストリッドイーパー先手を取りました。その後ろからはウッドスタンドブルックス、これに続くのがノーザンアフロディーテ、これに続いてコーティアスブレイブ、その外にラウンドプロキオン、内からはダンサーズタートル、黄色の帽子セイントリーエスケープ、その後ろアライブファッション、この馬もこのグループ、すぐ隣にソードラクションズ、トレイル、そのうちに続いています。後ろからの競馬になりました。フランケル、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。内からはスタイルウエスト、その外からメロディオルガニップ、このあたりで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ13番、アストリッドイーパー、2番手はウッドスタンドブルックス、ラウンドプロキオン、フランケルはどうだ、フランケルまだ動きません。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。動くのかこれ。日本と世界意地のぶつかり合いだ。ちょっとコースが詰まっているぞ。フランケル残り 200m、 ウッドスタンドブルックス先頭だ。ダメだ、バグに沈んでる。ブレイブ一気にフランケル、2番手はアンサーズタートル、コーティアスブレイブ、コーティアスブレイブ1着、2着はバグに沈みましたね。3着にミッドナイトインタールード、勝ったのはコーティアスブレイブ、見事な勝利です。ね、9着惨敗。え、なんでだろう。でもさ
さあ、クイーンエリザベスですね、アマノハウルですが、これはちょっと厳しいかな。4番人気サラフィーナ、ワークホース、プールモア、シュリス・デゼーグル、ら強敵が揃っています。その中ハウル117なんで普通に厳しいとしか言いようがないですね。まあ差しぐらいかな。これはダイジェストです。アスコット競馬場 G1 キングジョージ6000&クイーンエリザベスステークス芝 2400m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。スタセリタ先頭、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。ワークホース前を捉える勢い、あと 200m ダメだ、馬後方でもうもがいてるだけ。サラフィナ先頭、ニコラスアビー、サラフィナ3頭ほぼ同時の入線です。これは大混戦、大激戦になりました。大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。俺は際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。金魚グッドウッドカップ、天野ニコニコ一番人気です。長距離戦得意な長距離戦、ここは勝っておきたい。ライトウパッジパッシジがとタックスドボアストロンあたりがライバルなりそうですね。では、レースいきましょう。グッドウッド、競馬場 G1 グッドウッドカップ芝 3200m 長距離戦です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。エディターズツリー前に行きそうです。エイトタウン、それに続いています。さらにはレイベンウェイ、13番アナザースカウント、その後ろエディターズツリー先手を取りました。少し開いてシェーディスリップストリーム、その外にタックドボアストロン、並んで8番ライトオブパッシジ、天野ニコニコ B1 です。その外からキャッツフィーナ、ミーズナー、そのうちに続いています。その後ろにバラットディンキー、内からはスプニーダンプティー、その外にルーナデン、その外にブロークンハピネス、その隣にロジックアボルド、しんがりからジョシュアツリー。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。13番アナザースカウント、一気に先頭に立ちました。2馬身から3馬身のリード、間が空いてレイベンウェイ、エディターズツリー、すぐ後ろ内からはベイトタウン、その外にシェーディスリップストリーム、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。キャッツフィーナー上がっていきました。好位置をキープしています。天野ニコニコ、すぐ後ろにスプニーダンプティー、うん、青の帽子ライトオブ、好位ですね。その後ろ天野ニコニコは、その外にジョシュアツリー、並んで7番タックドボアストロン、内からはバラットディンキー、並んで5番ルーナデン、その外にブロークンハピネス、最後方にロジックアボルド、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から13番アナザースカウント、依然として先頭、その外にレイベンウェイ、その後ろにエディターズツリー、内からはエイトタウン、好位置をキープしています。天野ニコニコ、内からはキャッツフィーナー、その外にシェーディスリップストリーム、内からはスプニーダンプティー、その後ろからはライトオブパッシジ、並んで G1 番タックドボアストロン、すぐ隣にジョシュアツリー、すぐ後ろにミーズナー、その後ろにルーナで、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。どこにいるんだ。あ、中割ってきた。さあ先頭は先頭岡川、天野ニコニコ、こっからスパートしていく天野ニコニコ。ここからどうか、道を、あ、しかし大丈夫なのか。いや大丈夫そう。ジョシュアツリー、天野ニコニコ、勝ちました。天野ニコニコゴールイン。2着はライトオブパッシジ、3着にジョシュアツリー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天野ニコニコ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
10個目。あ、主戦って決まってないんだ。ナッソーステークス天のイナバウアーです。1番人気130、ブルーハーティングは116、このぐらいですね。プロフィットシンディですね。あとはでは行ってみましょう。レースです。グッドウッド競馬場 G1 ナッソーステークス芝 2000m です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。スピアースウィーズ前に行きそうです。プロフィートシンディそれに続いています。さらにはイエスヒュマラや12番クリシアダンスーズその後ろスピアースウィーズ先手を取りました。内からはジェモナグラディオラス好位置をキープしています。アマノイーナバウアーその外にブリーチフィールドその後ろにベイクトバンドこれに続くのがリーススカイズ青の帽子ジャブトイックスチェンジその後ろすぐ後ろにリリーオブザバレーその後ろにハーバートサンセットその隣にブルーバンティングポスターマスールすぐ後ろ並んで3番アルバニーエバしんがりからアポストロフィパイロット各馬鮮やかな芝生の上をかけていくでほぼ平均ペース展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。もう一度先頭に戻りましょう。 G1 3勝プロフィートシンディ一気に先頭に立ちました。スピアースウィーズこの馬もこのグループ好位置をキープしています。天のイーナバウアー天のイーナバウアー早くも先頭プロフィートシンディ、ね、ほとんど差がありません。残りあと 400m プロフィートシンディもいいぞ。天のイーナバウアー先頭リードは1馬身から2馬身あと 200m 先頭は依然として天のイーナバウアー一気にリリーオブザバレー2番手はベイクトバンド並んでゴールイン。いやギリギリ勝ったんじゃないかな。わずかに天のイナバウアー体勢有利。なんとかあギリギリの勝利でしたね。さあサセックスステークス天のゲート戦記1番人気ですが122なのでエクセレープションとかいるんでそんな簡単に勝てるような感じはしないですね。先方もね前に行く差し馬が多くて前に行く馬は少ないんで差し馬の天のゲート戦記には不利です。ではレース行きましょう。グッドウッド競馬場 G1 サセックスステークス芝 1600m マイル戦です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。エクセレブレーション前に行きそうです。ロデリックオーコーナーそれに続いています。さらにはシティスケープ2番キャロルウッドマジソンその後ろ先手を取ったのはロデリックオーコーナー好位置をキープしています。天のゲド戦記カンフォードクリフスそのうちに続いています。その外にゾファニー黄色の帽子アンサーズコカードその後ろその外からジャクリンクエスト内からはバウンダリーキャピタンその隣にベイクトチャペル並んで G1 2勝スペシャルデューティー。ちょっと外回されてますね。ゲド戦記8番ボードインデスクリション並んで後ろの方です。レゲーター最後方にベストインセイル各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。ここでエクセレブレーション行きっぷりはいいです。ゲート戦記ほとんど差がありません。残りあと400m さあ先頭に踊り出ようという勢いだ。日曜王者
意地のぶつかり合いだ。天の毛と戦記先頭、残り 200m を通過して天の毛と戦記伸びてきた。2番手はカンフォードクリス、勝ちましたね。ゲド戦記やりました。カンフォードクリス3着にエクセレブレーション、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の毛と戦記、まさしく日本が世界に誇れる馬です。そして天野蓮舫関越ステークス出走一番人気、本紙本命はストロングリターン。アドマイヤマーチが3番人気となります。ダイジェストいきましょう。新潟オープン特別関越ステークス芝 1800m です。さあいよいよ直線の攻防。オリーブレイブン先頭、外からラノンヨーヨー、残りあと 400m、 長い直線ここからどうか。先頭変わってラノンヨーヨー、残り 200m、 天野蓮舫追い上げてきた。天野蓮舫抜けた、先頭に出た。2番手はストロングリターン。天野蓮舫勝ちました。2着はストロングリターン、3着にアドマイヤパーチ、1番人気に応えました天野蓮舫、見事です。キザレベルアップです。アイビスサマーダッシュ、クラブ馬凱旋鈍感が一番人気となります。2番人気がドリームバレンチの、3番人気テーモオタカです。ダイジェストいきましょう。新潟 G3 アイビスサマーダッシュ芝 1000m 電撃戦直線競馬です。前はテーモオタカ、2番手はカフェバカラ、天幕台3番手、残りあと 400m、 長い直線ここからどうか。さあ先頭に立ったのは天幕台、残り 200m を通過して先頭は変わって凱旋鈍感、2番手はドリームバレンチの凱旋鈍感、すごい伸び、凱旋鈍感完勝。2着はドリームバレンチの、3着に鶴丸レオン、凱旋鈍感見事1番人気に応えました。54秒5は早いな。さあ6頭うち海外が2頭、ゼニアッタとカタノフェイトです。ギア まずジェンティル女でもこれは武豊か乗せられないですね。ジェンティル女主戦で武豊か、田隼人騎手乗せてみるか。そして天野アラフォーです。
オールカマーって言ってますね。次はオールカマーは長い距離があんまり良くない。フィンランドカップは花盛りがいいのか。まあ、本当はここら辺だろうけどな。で米国のレースがいいのか。英国より米国のレースだろうな。でもオールカマーじゃないよな。出してみるか。うん。まあいいんじゃないかな。いやでもこれなら。フラーボールとかロデオドライブとかでかいレース出してもいいかも。オペラショーとか。ランケルって距離がちょっと長いよな。マイル戦の方がいいやろうけど。だから。スタートはダメなんで。ハウル。予選挙はサセックス勝ちました。オールカマーなんか出てる場合じゃないです。1200の2100。
かな。でもこいつは強いぞ。蓮舫勝ちました。小ステークスか。もうちょっと距離に短い方がいいかもね。まあ悪くはないんだけどな。ユニフはアダートか。クナー騎士をかぶる。じゃあソネ騎士をかぶる。みんなかぶるやん。ペガ11。最上位勝ってほしい。ウソなキャンキャン。ではネクスト。ゼニアッタホイットニーステークス G1 ゼニアッタ登場。一番人気だが102しかない。なんとあーゲーモンデュードとかいるから簡単に勝てるわけじゃないな。ワイズダンも強力です。リズウェイもいる。結構強敵揃いぜ、強敵揃いです。怖いです。さあどこまで頑張れるか。ゼニアッタレース行ってみましょう。サラトワ競馬場 G1 ホイットニーステークス
ダート 1800m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはゲームオンデュード、ジェネラルクォーターズ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してウェルアームの鼻に立ちます。その後ろからはゲームオンデュード、この馬も上がっていく構えです。さらにはジェネラルクォーターズ、 G1 馬ティズウェイ、その後ろウェルアームの先手を取りました。そして大きく離れてブラッドアウト、この位置です。その外にアフリカンニコル、ピンクの帽子ブラムエイビー、その後ろこれに続くのがトリッキーシカラード、並んで栗色の馬体ステラーステータス、ゼニアッタ後ろからになりました。その隣にギャレイアラーム、その横にロックエクストラ、パディオプラード、それに続いています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ古豪ウェルアームド、2番手はゲームオンデュード、間を挟んでゲームオンデュードがいい位置いるな。6番ゼニアッタ、まだ後ろ、ゲームオンデュードが踏み出した。この辺りで後続が上がってくるが、最終コーナーをカーブして直線に入りました。ゲームオンデュードを捉えられるのか。ここで先頭はゲームオンデュード、あと 200m ゲームオンデュード、足色が一緒になった。後ろはどうだ。2番手はゼニアッタ、ゲームオンデュード捉えられない。2着はゼニアッタ、3着にワイズダン、勝ったのはゲームオンデュード、見事な勝利です。さあ、クレメント・エルハーシュステークス、カタノヘイト、5番人気か、107点、一番人気がこのブラインドラックですね。オーサーマリア、2番人気アンライバルドベルか、厳しいですね。ダイジェスト、デルマ競馬場 G1 クリメントエルハーシュステークス、ダート 1700m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。スイッチ先頭、外から勢いよくブラインドラック先頭、残り 200m ブラインドラック、あ、来た、中割ってきた、さらに引き離していく、一気にカタノフェイト、ブラインドラック、ブラインドラック、惜しいな。2着はカタノフェイト、2番手まで上がってきたんだが、見事な勝利です。ブリーダーズカゴールドカップアマノラキスタ、一番人気です。クラブはラベリータも出ております、3番人気。ではダイジェストでいきましょう。紋別競馬場 JPN3 ブリーダーズゴールドカップ、ダート 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アマノラキスタ先頭、差が広がる広がる、残り 200m、 アマノラキスタアドバンテージを持ったまんまです。後ろはどうか、2番手はラベリータ、後続は大きく離れた、アマノラキスタ今ゴールイン、段違いの強さです。2着はラベリータ、3着にデルタブラ、勝ったのはアマノラキスタ、圧勝でしたね。ラベリータも2着に入って良かったです。さあ、エルムステークスです。
アラ、アマノフユソナ1番人気、アマノキャンキャン2番人気。他クラブは凱旋ジュピターも出ます。アマノフユソナがグリグリです。フリオサ3番人気ですね。他マコトスパルピエロも人気。さあ、アマノキャンキャン先方変えられます。差しで行ってみるか。ダイジェスト行きましょう。札幌 G3 エルムステークスダート 1700m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。フリオーソ先頭、外からアマノフユソナ、アマノフユソナ抜けた。2番手はフリオーソ、アマノフユソナ、アマノフユソナ1着、2着はアマノキャンキャン。これが世界の実力だ、アマノフユソナ。4レースうち海外3レースですが、アマノヒーローは、まあアマノヒーローはこれ問題ないのか。オルフェーブルがちょっと不安ですね、状態が。これだけか。どうしてもいる馬いないもんね。たくさんいるな。さあ、まずホイットニーは惜しかったですね。10月を1周以降かな、出すとしたら。これに行きましょう。で、そして肩のフェイト、疲れがちょっと心配で、ラッキースターだな。オールカマー、オールカマーはちょっと距離がどうかな。ダートレースに出したい。9月4週以降、つぼみがいいのか。ああ、そうなんだ。テレハイあたりかな。じゃあユーソナエルムステークス勝ちました。
これも、10月1週以降か。こっち出しましょうかね。ゼニアッタステークスなんてあるんだ。面白いから出てみてもいいかもね。そう、ゼニアッタがジョッキークラブゴールドカップに出てんだよな。ゼニアッタステークスが結構いいが、そんなだろう。いや無理でしょう。レディースプレユード。すごいな、当選冗談。あ、でも3勝しかしてないんだよな、実は当選冗談。勝ち星で言えば時かけの方が勝ってるんだが、ナンバーワン。最上位山のヒーロー。さあ、方のツイッターです。冬ソナが今回はここまでとなります。夏競馬でしたね。8月を2週までか、案外進まなかった。セリーチとかもありましたけど、ローテ決めとかも、まあ思った以上に海外の G1 レース多かったですね。8月を1週で、そこに時間を取られたっていうのもあるということで、夏競馬も G1 大忙しということです。まあ、それはともかく、
次回は秋競馬に突入できるかなっていうところですね。ぜひ次回もご注目お願いします。今回の配信ツイッチでお送りしました。ツイッチアカウントフォローお願いいたします。マイツイッチアカウントフォロープリーズ。またこの動画のアーカイブ YouTube にアップロード予定です。2日後、3月9日21時頃にプレミア公開いたします。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live Archive My YouTube チャンネル、 YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 TwitterX アカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ウィニングポスト9-2021ライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。